なんかあれだよね、こう例えばこうファン同士とかでなんか、うん、なんかまあお礼なんかプレゼント交換とかした時にお礼状とかさ、なんか紙とかでなんか手紙とか作ったりとかする時に、私の推しは三枝明奈ですみたいな、うん、めっちゃいい使い道を示したね。ポンって押すみたいな、ファンレターに押してくれても嬉しい。うわ嬉しい嬉しいね。でも個人的にはくれてんだいや個人的には俺はなんかそのやっぱ名前を書くところに、本来その名前を書くところ、例えば教科書の裏とか、インって書いてる、ノートのとことかにこれを押してほしいわけよ。自分の所有物であるということを示してほしい。うん、そこに三枝明奈っていう印鑑を。そうそうそう。まあでもいいじゃん、それで。まあ確かに確かに。わかるもんね。まあ多分学校で一人ぐらいじゃん。俺のこと。いや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 、クラス中の人間が三枝明奈のシャツを買って、うわ教科書裏押しとったの。どうしようそれ。私の教科書なくなっちゃったってなった時に、うわプラン崩れたまずそれマジかなんて濃いって、終わりよ、なんて短絡的なんだ、うわ俺それで今日来たのに、あ、今日これ、今日これ一本で来てたの。洗脳とかかかりやすそう。今学生ってそうなん。いやもうアキナすごいよ。俺も施設の子たちもみんなアキナ、もうアキナアキナマジ、うわー俺寿司、うわーマジか。主に中高生を中心に、うわー見誤った。マックの女子高生も全員アキナ言うてるから、うわーマジか。電車で乗り合わせた男子高校生も2人で三枝明奈の話をして、うわーマジかー、どうしよう。そしたら隣に座ってた女の人もアキナファンだったみたいで、顔を見合わせてスタンディングオベーションした。あ、出た、あれ拍手するやつだ来年の流行語大賞はサエピだから、ね、うわマジかどんどん膨らむね。うわすいません、じゃあちょっとこれはちょっと申し訳ないけど保存用かな使ってください、使ってください、ぜひね、あの押した時の感動を皆さん味わってほしいです、本当に。ぜひぜひ押してください、本当によろしくお願いします。